就職活動59連敗のフリーター伊藤来。もう無理でしょ正社員。彼女に振られ家にも居場所がない彼はバイト先でもらった源氏物語のパンフレットを手に雷に打たれ目が覚めると、マジで、ひょんなことから陰陽師になりすまし、やめて、現代から持ってきた薬でうっかり救ってしまったのはそなたの占い大したものよ。悪魔と呼ばれた女。可愛い女にはバカでもなれる。言いたいことを言って何が悪い。ヒカドも舐めた真似をしてくれるわ。身の丈に合ったことだけをして傷つかぬように生きるなど小物のすることです。誰かを思う気持ちがその人自身や生き方を輝かせることもあります。千年前の世界で自分の進むべき未来を見つけたその奇跡の結末とは。ちゃんと生きないと。十二一重を着た悪魔。